はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。今日もですね、ウィニングレブアプリ2019やっていきたいなと思います。まずはウィリアプリあるあるからいきましょう。今日はこちら、 TR さん、パスがどこに出るのか分かっているのに防げない悔しさということで、いやこれ間違いないですね。この場合で言うのであれば、ほぼ確実にグラウンダークロス上げてくると思うんですけど、多分このカーソルの感じだとここから防ぐのは結構難しいですよね。はい、ありがとうございます。ということで選手の6つも行きましょう。今日はこちらの選手、はい、この選手はですね、2月7日のアップデートで黒昇格したんですけど、まあ、能力的にはそこまで大きく上がっていなくて、まあ、プレースタイルのね、珍しさみたいなところでわかるかもしれないですね。はい、ぜひ予想していただいて、動画の最後と概要欄に答え書いてますので確認してみてください。はい、ということで今日の動画になるんですけど、今日はですね、はい、明日が3月14日木曜日ということで、明日からやってくる FP 予想をがっつりやっていきたいなと思っております。まあまあまあ、なんかこの動画はね、いろいろ賛否両論あるんですけど、まあ僕なりにいろいろ改善しながら頑張っていきたいなと思いますので、ぜひ見ていただけると嬉しいなと思います。はい、で、本編に入る前にですね、まあ、導入的な形なんですけど、先週も話した通りですね、注目選手、つまり FP の決まり方っていうのをですね、改めておさらいしておきたいなと思っております。で、前回書いたように、基本的にはこの3つになるんですけど、皆様に覚えていただきたいのはもう大きく2つで、週末のリーグ戦の試合結果が重視されるよっていうのと、リーグ戦以外のカップ戦、あとはチャンピオンズリーグ、あとは代表戦とかもそうかな、そういったものは全て対象外になるので、ここだけ押さえておいてください。なので、今ちょうどね、チャンピオンズリーグのベスト16の試合が行われていて、今朝もね、クリスチャーノ・ロナウドがユベントスでハットトリックとかしましたけど、今回で言うのであれば、あれはチャンピオンズリーグの試合なので、FP には関係ないという形になります。はい、これ結構勘違いしやすくて、海外サッカーよく見る人とか、詳しい人だったら、チャンピオンズリーグとリーグ戦の見分けぐらいつくでしょうって思われるかもしれないんですけど、まあね、ウイレをゲームとしてプレイしてる方っていうのも結構いると思うので、勘違いしやすいと思うので、ちょっとね、注意していただくといいかもしれないです。でね、詳しい方、もしね、そういった勘違いしちゃってる方見つけたら、優しく指摘してあげるといいかなと思いますので、まあ僕もね、随時こんな感じで動画で発信していきますので、ここだけ押さえていただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、本編いってみたいと思うんですけど、まずはですね、今週の FP 何が来るのかっていうのをざっくり振り返っていきましょう。で、 J リーグ週間 FP と海外週間 FP は引き続きで、クラブセレクションがですね、2種類来るんじゃないかなと言われております。はい、インテルとミランですね。はい、これが同時に来る週になると思います。なので全部合計としては4つのですね、 FP ガチャが来る形になります。はい、なので、まあ J リーグ週間FP は別として、他のですね、 FP 中身がどんな風になるのかっていうのをざっくり予想していきたいなと思います。はい、まずはですね、インテルのクラブセレクションから見ていきましょう。こちらですね、前回 PS4 で来た時のメンバーになります。で、個人的にはインテルかなり楽しみだなと思っていて、まあインテルとミランどっち引くかはね、最終的なメンツ見てみないと判断できないんですけど、直感的に判断するなら僕的にはインテルなのかなとは思ってますね。はい、で、前回登場したこの8選手は一応全員まだ在籍はしてるはずなので、まあこの中の何人かが変わるかなっていうところですね。で、個人的にはアサモア選手とか、あとラウタロ・マルティネス選手とかね、この辺りが入ってくるんじゃないかなとは思ってるんですけど、まあどこと交代するか、最終的には明日のメンツすごく楽しみだなと思っております。はい、これがインテルですね。で、ミランの方もざっくり見ていきましょう。ミランは前回7選手で、この中で言うとイグアイン選手が、チェルシーに移籍してるので、今回はほぼ確実に来ないかなと思っております。で、あとはですね、ボナベントゥーラ選手とかもね、昨年末に怪我していて長期離脱しているので、ここも違う選手に変わるんじゃないかなっていうところで、どうなんだろう、この辺はね、皆さんの意見とかも結構聞きたいところではあるんですけど、まあピョンテク選手とか、あとはバカヨコ選手とかね、この辺が入ってくると僕的にはすごく面白いなと思ってたりしますね。はい、まあまあまあ、そんな感じで、まあ今回7人が8人になるかもしれないですし、まあ誰が変わるのか、その辺もですね、楽しみにしていきながら明日待っていきたいなと思っております。はい、これがですね、まあクラブセレクションの2つですね。で、次にですね、週間 FP の方を予想していきたいなと思います。で、こちら今回もね、ヒカックファンクラブさんと共同で予想を作ってまいりました。で、まずはですね、前回の復習していきましょうか。で、前回こんな感じのメンツで来ていて、今回はかなり当てられたかなと思いますね。まあ、ピックアップしてた組でも、フェキール、ルカク、あとファンペルシーなど来てたので、うん、なんか、あの動画結構役立ったなとかって思ってたりしましたね。はい、で、まあ、前の動画で、まあ、これだけ人数予測してたら当たるだろうってツッコミがコメント欄であって、それはですね、まあ、確かに間違いないなって思いました。はい、僕のこの動画のスタイルとしては、予想をね、かなり多くの人数上げるっていうスタイルを取ってるんですけど、これに関してはですね、
ね、まあ、僕のこの動画をなんで作るのかというところに尽きるのかなと思ってて、僕がみんなとこの動画で共有したいのは誰が来るんだろうっていうワクワク感と、あとは、まあ、この選手来る可能性あるならコイン残しておこっかなっていう、そういった判断基準にしてもらいたいんですよね。っていうこのね2つの目的を叶えるのであれば、なんかね数人予想して精密にそれらを当てていくってよりは、広めに予想してその中から当てていくスタイルみたいな方が、まあね目的としては叶えられるのかなと思ったので、まあ今後もねちょっとこのスタイルでいきたいなと思ってます。すいませんちょっと話が脱線しました。はい、で早速ですね候補選手を話していきたいなと思うんですけど、まあ今回も一応基準貼っときますね。はい、こんな感じの基準で選出してますので、それ前提で見ていただくといいんじゃないかなと思います。はい、ということでまずはですねフォワードの選手から見ていきましょう。フォワードはですね今回結構多かったので、まずは前半ということでこんな感じの選手たちに並べてみました。で結構表とかね毎週変えてるのでパワーアップしてるからと思うんですけど、まあこの中で言うと何人か触れていきましょう。まずはベンゼマ選手ですね。レアルマドリードで PK 含む2ゴール1アシストということで、はい、結構可能性としては高いんじゃないかなと思いますね。どうなんだろう、ちょっと PS4 の過去のデータ調べてないですけど、過去来たことあるんですかね。もしかしたら初めての FP 化かもしれないですね。で来たら結構当たりの選手になると思いますので、まあ注目かなと思います。であとはですね結構注目の選手はいて、イスマイラ・サール選手、これスタッドレンズの選手なんですけど、今回2アシストでマン・オブ・ザ・マッチということで、この選手もねちょっと来てほしい、まあ希望込みなんですけど、すごく面白いんじゃないかなと思ってます。でこの選手は2月7日のアップデートで超強化されて、まあ今もスーパーサブとか持ってるね有能金選手なんですけど、ちょっとこれ FP になってきたら覚醒する予感しかしないので、いやーちょっと個人的には楽しみかなと思っております。はい、でピックアップ選手で言うと、まずはですねハットトリックのベン・エデル選手ですね。はい、この選手はかなり角度高く来るんじゃないかなと思っております。で今の能力こんな感じで、まあラインブレーカーでスピードが超速いわけじゃないですけど、まあ得点能力あって、あとは足元の技術もあって、まあバランス型のラインブレーカーって形なのかなと思いますね。でイメージとしては、まあフィルミーノまではいかないけど、タイプとしてはそこに近いのかなというところで、個人的にはすごく欲しい選手かなと思っております。なのでまあこの辺だったりとか、あとはスターリング選手ですね。まあスターリングは以前ね2月14日だったかな、その辺の週刊 FP で1回来ていて、もしね来るとしたらアプリでは初の週刊 FP2 回目の登録ということで、スターリング選手、まあこちらもハットトリックしてますし、まあかなりの確率で来るんじゃないかなとは思ってますね。はい、そんな感じになります。はい、でフォワード後半見ていきましょう。フォワード後半で言うとこの辺ですね。まあアザール選手とか、92分に同点弾ということでかなり劇的でしたね。でマンオブザマッチも取って、まあただ数字だけ見ると1ゴールだけなので、このね劇的同点弾っていうのがどれだけ評価されるかですね。でまあ期待組で言うと日本人2人ですね、チェスカモスクワの西村選手1ゴール上げましたし、あと乾選手もねアラベスで1ゴールということで超セクシーなゴール決めてましたね。まあこの辺ちょっと可能性としては薄いんですけど、まあ注目ということで一応丸だけつけさせていただきました。はい、フォワードはそんな形ですかね。はい、で次にですねミッドフィルダー見ていきましょう。はい、ミッドフィルダーも前半ということでこの辺の選手たちですね。で、気になるところで言うと、まあ、ベンタンクールとか結構面白そうですけどね。まあ、ベンタンクール1アシストということで、可能性としてはそこまで高くないかもしれないですけど、来たら絶対強くなると思います。であとはですねアヤックスのタディッチ選手、はい、この選手も、まあ、可能性としてはそこまで大きくは期待できないですけど、この前チャンピオンズリーグのレアル戦でもね活躍して、でその時にタディッチ FP 来るかみたいなことね結構ツイッターとかで言ってる人いて、残念ながら CL は対象外なんですよねみたいな話をしてたんですけど、まあ、今回リーグ戦でも2ゴールでマンオブザマッチということで、 CL は関係ないんですけど、あれも加味して FP 来るみたいになったら結構面白いと思いますので、タディッチ選手とかちょっとね密かに期待はしてますね。はい、でピックアップで言うとですねカラスコ選手、中国リーグのカラスコ選手ですね。 PK 含む2ゴール1アシストの活躍ということで、評価もしっかり10点でしたね。はい、カラスコなんかね2点目ぐらいに決めたボレーシュートみたいなのがすげえかっこよかったですね。まあ、結果的に相手に当たったんですけど、やっぱかっけえだって思いましたね。はい、でカラスコで言うと今こんな感じの能力で、2018の時はねかなり使う方多かったんですけど、2019になって一気に減りましたね。まあでもスキルも優秀ですし能力もすごくいいということで、ここからねどれぐらい強化されるか次第ですけど、ちょっと楽しみなのかなとは思いました。はい、で、ミッドフィルダー後半いきましょう。ミッドフィルダー後半だとこんな感じで、注目で言うとグラニトチャカ選手ですね。アーセナル対ユナイテッド戦で先制点決めましたと。はい、いやすごかったですねあのミドル。僕もこの試合はちょうどリアルタイムで見てたんですけど、デ
ヘアがね全然動けなくて、で解説の人たちがなんかデヘアが首ひねってますねみたいなことをずっと言ってて、それがちょっとね笑っちゃいましたね。まあでもすごくいいシュートでした。はい。であとは他で言うと、やっぱ香川選手来てほしいですね。いや途中出場で92分に決勝弾ということで、にやかしてんですけど、あのシュートもすごかったなっていう印象ですね。で先日のディバラも、まあ、途中出場でゴール決めて、評価点としては確かね7点ぐらいだったんですけど、エスパサブ持ちで FP で来てたので、可能性としては全然あると思うんですよね。絶対来るとはもちろん言えないですけど、いやーこれはちょっと来たらね胸熱なんじゃないかなってどうしても思ってしまいますね。はい、そんな感じですかね。ミッドフィルダーは以上になります。で次にですね、ディフェンダー見ていきましょう。はい、ディフェンダーはこんな感じですね。結構候補選手としてはいるんですけど、まあまずはポルトのペペ選手ですね。でちょっと前にも予想して、ちょっと前は来なかったんですけど、まあ今回も1ゴール決めて評価点もそこそこ高いということで、うん、可能性としてはあるのかなとか、あとはね一番下の2人ですね、まあバラン、ピケ、この辺はね来たらトップクラス層にはなるんですけど、まあちょっと可能性としては低いんですかね。ゴール決めたもののみたいなところもあるみたいなので、なのでまあどうだろう、この辺が来ないと今週のディフェンダーはちょっと渋めにはなるかもしれないですよね。はい、そんな感じで、最後にですねゴールキーパー見ていきましょう。ゴールキーパーはこんな感じですね。はい、で、レイの選手がねアーセナルユナイテッド戦で結構ねいろんなセーブしたりしてましたけど、まあこの中で言うのであれば、ガラタサライのムシレラ選手ですかね。はい、この選手は無失点で7セーブということで、評価点としてもですねかなり高くなってましたね。で今の能力はこんな形で、まあでもどうなんだろうな、ここが強化されて、まあクリアリングとかね今レベルまでも84なので、正直超トップクラスのゴールキーパーは難しいかなと思うので、当たりって感じには ならなそうな印象はありますね。まあでもガラタサライはトルコリーグでも結構上位なので、ライブアップデとかは安定するのかな、うん、ちょっとその辺はねなんとなく予想ですけど、まあそんな形かなと思いますね。はい、ということで今週のですね予想をこんな感じでやらせていただきました。ちょっと長い動画になっちゃったと思うんですけど、できるだけね分かりやすくまとめたつもりなので、参考になったら嬉しいなと思います。ではですね、今回動画以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。